どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバストゥノーフェア。自動走行するバスの中で様々なイベントに遭遇する体験型アトラクションワールドです。登場するバスの内部には様々なピックアップオブジェクトがあります。種類は非常に豊富で、ぬいぐるみだったり、引き出しの中には移動速度を上げるバネやクッキーとか、食べれるピザなど、とにかくいろんなものがあります。基本的にはバスの中でアイテムに触れたりして過ごすのですが、時間経過により様々なロケーションにバスは移動していきます。ロケーションが移動してしばらくすると、一定確率で車内が赤くなり、イベントが発生します。イベントは非常に豊富で、キャンプ場に停車したり、飲むと視界が黄色くなるレモネードを売ってくれる商人と遭遇したり、 UFO に遭遇したりと、非常にたくさんのイベントが発生します。一部イベントの発生中は内部などに乗り込むことができるようになっており、そこに置いてあるアイテムを持ち帰ったりすることが可能となっています。イベントによっては複数関係するものがあったりと、謎めいたものが多くあります。ちなみにイベントが終わるとバスが発進して乗れないと置き去りにされますが、リスポーンするのでご安心。発生するイベントはランダムなので、遭遇したら見逃さないように行動いたしましょう。自動走行し続けていくバスにも秘密があり、小ネタがところどころ仕掛けられているのか、夜にならないといけない不穏な空間などもあったりします。豊富にあるイベント以外に、なんとマルチエンドを実装されているそうで、知る人ぞ知るあの鳥に遭遇するなど、某ゲームのオマージュイベントも存在しています。とにかくランダムに行くロケーションやイベントが大量にあるので、1日で全て見るのはほぼ不可能です。バス内にあるもので遊んだり、小ネタを探したりして、フレンドと話して過ごしながら、イベントが発生したらそれを体験するといった感じの楽しみ方となります。実績解除などもあったりするので、やり込み要素は多分にある感じですね。そんな感じの様々な体験ができるバスのワールド、皆さんもぜひ訪れてみてくださいね。